トリエステ2はアメリカ海軍のバチスカーフ。スイスの物理学者、オーギスト・ピカールの設計したトリエステの後継艇である。初代トリエステの設計を元にしているが、サンディエゴの海軍電子研究所で大幅に設計変更がなされ、メアアイランド海軍造船所で建造された。当初は初代トリエステに使用されていたイタリア製の耐圧核を流用していたが、 後に、ドイツのクルップで製造された新しい耐圧角に交換された。耐圧角を吊り下げるフロートの部分は完全に心臓され、初代トリエステよりもより流線型で航海に適したものになっていたが、動作原理は同じだった。1964年初頭、トリエステにはアメリカ海軍の貨物輸送艦、プライベートフランシス X マグロウに積載され、パナマ運河経由で、 ボストンに向かった。1964年9月、トリエステには、1963年4月に沈没した原子力潜水艦スレッシャーの遭難海域を捜索し、残骸の一部を回収した。1965年9月から1966年5月にかけて、トリエステには、再度メアアイランド海軍造船所で広範囲な改造工事を受けた。しかし、 新しい外形で運用されたという明確な記録は存在しない。これと同時期に3度目のバチスカーフの改装が行われた。この作業によってトリエステ2の外観は新しくなっただけでなく、水深2万フィートまで先行可能なように設計された新しい耐圧核が導入された。3度目の改装時のトリエステ2深海潜水計画の試験艇として、 バチスカーフの運用は継続され、4人が登場資格を与えられた。これにより水中活動の急成長が始まった。トリエステにで培われた深海潜水艇の運用の経験は他の深海潜水艇の設計と建造に役立てられた。その中には従来の手段では到達できなかった深度での潜水艦の救助も含まれている。このユニークな船は、 1969年秋までは海軍の目録では備品として扱われていた。1969年9月1日、トリエステには収益し、船体番号 X-1 を与えられた。1971年6月1日、深海潜水艇として再分類されたトリエステには、1980年まで太平洋艦隊の所属艇として運用された。 トリエステ急進海潜水艇は有名なアルビンに代表されるアルビン急進海潜水艇に置き換えられた。アルビン級は乗員が多くより機動性に優れるがトリエステほど深くは潜れず最大潜水深度はシークリフの場合2万フィートである。トリエステにはワシントン州キーポートの海軍水中博物館に博物館船として保存されている。 ありがとうございます。